この番組は米子高専の先生にご出演いただき、科学・建築などの専門科目から一般教養まで幅広い分野の知識・情報をお話しいただきます。こんにちは、米子高専の天野と申します。日頃からいつ起こるかわからない自然災害に対して防災意識を持つことが大切です。今日は地域の防災意識についてお話しします。日本は地形、地質、気象などの自然的条件から地震や土砂災害など自然災害が発生しやすい国土です。鳥取県でも2000年には鳥取県西部地震が震度6強を記録し、2016年の鳥取県中部地震でも震度6弱が観測されています。しかし大規模災害時には行政機能が麻痺し、被災者の支援が十分にできない可能性もあります。内閣府によれば、1995年に発生した阪神・淡路大震災では地震によって倒壊した建物から救出され生き延びることができた人の約8割が家族や近所の住民らによって救出されており、消防・警察及び自衛隊によって救出された人は約2割とされています。災害対策として行政による公助だけでなく、自らの命を自らが守る自助力の育成、地域で助け合う共助力を高めることが重要です。さて、皆さんのご家庭やお住まいの地域における防災に対する備えはいかがでしょうか。ここからは米子高専の天野研究室で行った防災意識の調査の結果についてお話しします。まず研究の概要についてご説明します。この研究は住民の防災意識について把握することを目的に行ったものです。調査の対象地は鳥取県西部にある南部町の星勝寺地区です。南部町は2004年に西白町と愛美町が合併して誕生しました。星勝寺地区は旧西白町にあたります。星勝寺地区は人口1826人、世帯数675世帯、75歳以上の後期高齢化率は 37.6% になります。地区は27の集落から構成されていますが、中には高齢化率が 50% を超える集落もあります。地形的な特徴は、地区の中心を日野川水系である星勝寺川が流れています。また住宅は持ち家の木造家屋が多く、指定避難場所は小学校や中学校以外にも地域の公民館などが該当します。調査は2020年9月に地区内の全世帯にアンケートを配布し行い、299人から回答いただきました。今回は調査結果の中からこれまでの自然災害の経験、ご家庭での防災対策、また避難所についての不安、以上3点について取り上げます。まず自然災害の経験についてです。星勝寺地区に住んでから自然災害を経験したことがある方は回答者全体の約6割を占めています。経験したことがある自然災害の種類は地震が9割と圧倒的に多く、これは2000年10月に発生した鳥取県西部地震を指していました。なお鳥取県西部地震では星勝寺地区は震度6弱を記録しており、回答者の中には家屋が半壊したという方もおられました。また集落内の周辺道路のひび割れが起きていたという回答が複数見られました。地震以外の災害としては数は少ないですが、風水害による
土石流が集落で発生したという回答もありました。また今後地域で避難が必要となる規模の災害が発生するとお考えの方は約6割でした。災害種別については地震災害以外にも近年各地で発生している豪雨災害への懸念も寄せられました。次に家庭における防災対策の状況についてご紹介します。家庭で何らかの防災対策を行っているという方は全体の約6割でした。取り組んでいる内容としては防災マップの確認、避難場所、経路の確認が多い結果でした。一方、家庭で防災対策を行っていないという方は全体の 36.2% でした。対策を行っていない方のうち、行わない理由としては、対策の仕方がわからない、できる対策がない、対策にお金がかかるという答えでした。対策の必要がないという回答はごくわずかでした。次に避難所についてのお話です。避難所について不安に思うことはありますか？という問いに対し、不安に思うことがある、またはどちらかといえばあるが合わせて半数近くを占めました。具体的な不安としては、次のような問題が挙げられました。一つ目は安全性の問題です。これは避難所までの経路の安全性と避難所の場所の安全性について挙げられています。具体的には避難所までの経路の安全性については、避難所までどうやって行くのか、避難所まで行く途中に川があり不安であるといったことが挙げられました。また避難所の安全性については避難所の裏山が崩れないか、避難所が平屋で川も近い、自宅の方が安全に思う、避難所が高台にないなど避難所の立地に対する安全性が懸念されていました。2つ目に空間の問題です。ここでは避難所にスペースがない、避難所に避難してきた人が入りきらないのではないか、プライベートな空間が確保できないという問題が挙げられました。他にトイレが少ないという設備の問題も見受けられました。3つ目は備蓄状況の問題です。避難所に何が準備されているのか、どういう対策がされているのか全く不明である、特に何も準備がされていないので自力ですることになるのではないかと思うという意見がありました。4つ目は体調等の問題です。自分自身が持病を持っている、介護が必要な家族がいる、幼い子供がいるのでじっとしていられないのではないかといった不安が寄せられました。最後にその他としては、ペットを連れていけないとか、感染症対策ができているか不安であるという意見もありました。また、そもそも今まで一度も避難したことがないため、漠然とした不安があるという声もありました。以上がアンケートの結果になります。ここで紹介した内容は、発祥自治区に限ったことではありません。県内の各地で同様の課題が考えられます。定期的な避難所環境の確認や避難所の再検討も必要であると考えられます。最後に今日から行うことができる防災訓練として災害頭上訓練をご紹介します。災害頭上訓練は地域の危険箇所を地図上で見える化しながら把握していく訓練です。用意するものは地域の地図、マジックやボールペン、色鉛筆など色を塗り分けできるものと付箋です。地図はご自宅のプリンターで印刷したものでも構いません。他にお住まいの地域のハザードマップがあると避難場所や
危険箇所の確認に役立ちます。準備ができたら、まず地図上に危険箇所や避難場所を書き込んでいきます。例えば消防車や救急車が通ることができる道は黄色、通ることができない道はピンク、川や水路は水色、避難場所は緑色、公共施設は青色、危険箇所は赤色、というように色を変えながら書き込んでいきます。地域の危険箇所など注意したいことを付箋に書いて貼っていくと、より訓練の効果が上がります。地域の危険箇所としては、ハザードマップに書かれていること以外にも、普段の通勤・通学路や散歩道で危険だと感じる場所に印をつけるのも良いと思われます。例えば木造の家屋が密集する地域や浸水しやすい地域なども書き込んでいくと良いでしょう。避難に助けが必要な方のお住まいを書き込んでいくことで、災害時に援護が必要な人々への支援にもつながります。また地震・風水害というように、災害ごとに地図を分けたり、昼間や夜間というように時間ごとに地図を分けて作成すると、それぞれの課題別に訓練することができます。この災害図上訓練は、自宅でお一人からでも取り組むことができますし、地域で集まり数人のグループ単位で行うことも可能です。地域の訓練などで行う場合は、グループごとに考えた危険箇所を発表し合うことで、地域の危険箇所の共通認識につながります。災害図上訓練の詳しい方法は、内閣府の防災情報のページにも掲載されています。ぜひ参考にしてみてください。本日は地域の防災意識について、南部町星庄地区の調査結果を中心にお話しさせていただきました。ぜひ皆さんの自宅や地域の防災意識を考える上で参考にしていただければと思います。